じゃあここはですね、三重県、伊勢市、宇治山田駅ということでございますね、思います。今回ね、企画何かというとですね、これです。何か今回はですね、このね、要は泊まりの駅、いわゆるね、独立というか、独立ではない方の、ターミナル駅ですね。近鉄はね、いろんな支線とかがありますんで、各地にね、名古屋から大阪にね、京都に奈良にとね、あちこちに路線を張り巡らせて、で、その先々にですね、結構ね、細かくね、支線が分かれてるんですよ。せっかくなんでね、これでね、いろんなところに、ね、駅に行けるわけですから、これを使わん手はないと、ということで、今回はね、この、いわゆる、英語で言うところの東端駅、ターミナル駅ですね。のところを回っていこうかなと思います。まあ、一般的にね、日本で、ターミナル駅っていうと、でかい駅っていうね、東京駅とかね、ああいうような感じのイメージがあるんですけど、本来はターミナルっていうのは端っこの駅っていう意味なんで、こういうね、端っこになってるところってことなんですけど、ただね、しょっぱなはこれ、宇治山田駅に来た方がいいですけどね、これ宇治山田駅みたいなところ入れてたらね、私ね、多分知らんというようなところあるはずなんですよね。基本的にはこのね、線形になっているところでね、普通のし、ね、し島型でもないですけど、まあ、島型とかね、のところに、宇治山田駅はね、私も知ってたんで、ここね、一部、ね、引き込み線の代わりになというような、普通列車しか止まりませんけどね、っていうのがあるよっていうのは知ってたんで、とりあえずここから押さえてみましたけど、まあ、ちょっと飛ばしてたらすいません。とりあえず分かってるだけで24駅あるのかな、賢島、柏原神宮、吉野五世、で、河内長野に、安倍野橋、柏原に、市議山口に、高安山に、大阪上本町で、大阪難波に、長田、楽見、奈良、富ヶ丘、京都、奈良、天理、西田原本、新王子、王子、でこれは、ケーブルカーですね、鳥居前で生駒山頂で、ここからちょっと三重県にドーンと飛んで平田町、湯山温泉、名古屋駅と、これだけあるんですね、端っこになってる駅が。あ、もう出てきそうですかね。あ、ちなみにこの伊勢宇治山田中川間は2万運転なんですね。ということでね、このね、端っこの駅をね、全部押さえてこいじゃないかということで、それでもあってね、朝から動いてるというわけですね。24分発の鳥羽行きで、そのままちょっと石塚鳥羽方面まで行ってね、まずはね、賢島を目指すという形になりますからね。そうなんですよ、このままね、賢島に行ったところで、賢島に朝行ってね、食べ物があるかないかって言ったらね、ないんですよね。もうこれは分かってるんですよ。当動画でもね、以前取り上げております。始発か賢島行き普通列車に乗ってね、7時ごろのね、賢島に行ったけど、南部の方っていうね、痛い苦い経験がありますからね。鳥羽駅に着きましたけどね、これがこのまま賢島駅になるんですね。もうこれ乗ってこうかな。53分ってことは、ね、まだ13分ありますんで、ちょっと例えてみましょうか。鳥羽駅もね、ターミナルっちゃターミナルなんですね。こっからやと分かりやすい。近鉄のがあって、奥に JR があって、JR が鳥羽までですからね。まあ、ターミナル駅に分類するっちゃ分類するんですけど、こんな前入れられたら私全然もう分かりませんからね。まあ、時間もあるし、まあ、深部屋がちょっと降りましょうか。まあ、JR と一緒になってますよね。で、こっちには近鉄の案内だけ出てますけどね。で、こっちから降りていくと、近鉄火災で自転車の切符、危険等は用意できませんですね。JR 改札口は別なんですね。あ、繋がってるんで、そのまま入れるはずですよ。
JR、まあ言うて広いんですよね、JR 側も。向こう側はもうあれですけど、流通線になってますよ、ね。で、こっちの方に JR の改札があって、こんな感じね、1番線と、0番線も実はあるんですよ、ね。ちょっと0番線ってあるんですよね。ね、0番線、0番線、1番線、2番線。で、まあまあ、使われてないですけど。3番線になるような、まあ、引き込み線が、ね、ありますよと。で一応、まあね、ターミナルってことでね、さあ端っこですよっていうことでね取っておきましょうかね。さあ次は高知です。さあということでね、かしこ島にまた来ましたよ。まあまあつい先も来ましたからね、それほど物珍しさもないですけど。そして、ということでね、とりあえずね、予定としてはこの後、この9時、長田発のね、難波行き特急乗って、途中のね、大和八木で折り返して、とりあえず橿原神宮ね、でまあ、そのまま吉野の方に向かっていく予定にしましょうと。まあ、こんな感じの東大駅でね、1、2、3、4線ね、1、2、3、4面4線の、東大駅になるんですかね、ここは。なるほど、うんうん。まあ、せっかくですからね、このターミナルっぷりをね、各駅見ていこうじゃないですかね、まだまだ先は長いですよ、これ。さあ3号車の6や、向こうか。よいしょ、まあ、今日は意外を利用しようかと思いますね。あ、いいですか、すみません。ああ、すみません。まだあれでしたね。6C、あ、通常番になった。よかった。新ところ進んでますね。まあもう私が、実はね、今この車上、この、まあ、ビスタカーですとね、半分に仕切られますからね、1から7まででね、仕切られますから、少なくなるからっていうのもあるでしょうけど、私だけです。多分この時間に賢島からそんな乗ってくることはないでしょうからね。ほいと、さてとね、まあ、何事もなく、大和八木までやってきましたね。ということで、こっから私は、吉野方面に向かっていくというんでね、まあただ乗り換えにはだいぶ時間があると、正直言って普通列車で遠いんですよね。まあただ、乗り継ぎの兼ね合いがあるんでね、特急を使うというふうにさせてもらっております。さあ時間もあったね。ここに平宗さんかな。あ、平宗さんって思うんや。失礼しますね。で、ね、柿の葉寿司買ってきましたよ。まあ、あれですね、サバと鮭ね。よくあるサバと鮭と、アナゴってのがあるみたいなんで、ちょっとね、あとでまた冷やけて食べようと思いますよ。その例がついてるんですけど、銀行に着きましたけど、ね、これ駅も、まあ、また独特な構造で、ね、ちなみに一応ねターミナルのね、要は標準機がここで終わるわけですけど、実は駅の構造自体はねそのままストンと行けるようなね、パッと見行けるような構造になってるんですね。この先は線路の幅が変わってるんで繋がってないんですけどね。そうか、3番ホームはこうだ。
そうだそうだ、一応3番ホームがストップになってましたね。ギリギリ端っこのところありましたね。おお、よかったよかった。ということはここもね、やっぱターンになるってことでね。さあさあさあ、しっかり抑えましたよ。本当に何の旅やこれ。ここはポイプってことなんですけど、ここはそうか、わさび外しなんや。あーごめんね、はい、どうもー、はい、はい、今、乗車券の他に特急券が必要です。特急券、指定番号の席にお座りください。電車の番号は、後ろの車両から1号車、2号車の順。2両編成なんですね。こちらの方が2両編成。扉が閉まります。ご注意ください。大丈夫。シンフォルに来てますね。そうですね。さてはさてと、さあ吉野に着きましたよ。まあ私はこれしかいないみたいですけど、ちょうど青のシンフォニーが止まってるじゃないですか。そういえばさてはどうもね、うちの視聴者の方がね、どうも来てるみたいですよ。吉野にさっきねツイッターで写真上げてましたからね。怪しいな。お。ばったりと牛の視聴者の方と会いましたね。なんかこういうのやると、YouTuber っぽいですよね。まあ、すっげー地元のやつですからね。はあ。ってことでね、吉野駅来ましたよ。まあ、なんとなくそんな顔してましたけどね、まさかのね、視聴者様と遭遇というね、ありましたけど。これソフトクリームってやってるんです？今ね、カップでやってるんですよ。あ、あ、じゃあ、じゃあこの三色のやつでいいですか？ごめんなさいね。はいはい。ちょっと1月2月、うん、あ、冬場はね、ごめんなさい。そうですよね、寒い時期やでね。そうなんですよ、ごめんなさい。ハジっていうの、香ばしい桜の香りを無料でしてるんですけど、はいはい、いや、お願いします。はい、ありがとう。出てきましょうね。美味しくいただいたところでね、こんな風にロープウェイがあるんですね。あ、こんにちは。あ、いいですか、じゃあ。はい、もう出ますよ、今やったら。あ、わかりました。うん、往復でじゃあ。じゃあ800円です。はい。やってきたもんでね。どうもありがとうございます。はい。はい。よし。しまいか。ね、ここから出てたらいいね。今日は全然取れませんですかね。まだ出ないかな。大丈夫かな。あ、すいません。お願いします。はい。真ん中の方からどうぞ。はい。よいしょ。無事来ました。まあ、これちょっと時間に余裕がありますからね。こうしてみるとすごい。
すごいレトロな作りですよね、このロープウェイ。うわ、すごいですね。水平方向がこれですからね、とんでもなく下ってるのか分かりますかね。お強いらしいですね。さすが桜の15時4分発ね。よかった、新しい方の特急ですね。充電ができる。さあ、ということで無事特急券を買いましたんで、これ15時4分発の阿部の橋行きで釈迦まで行きましょうね。あ、こんにちは、いいですか。そう、今回はね、東丹駅特集ですからね、この端っこを見に来たんですからね。階段登ってみますね。尺度まで来ましたよ。さあ、尺度駅ですね。じゃあここから合成線にね、乗り換えですね。行けるみたいですね。こっちなんや。13分。あ、もう出発ですね。もう出発するみたいな。さあ、ということで五世駅到着ですよ。あ、ここはあれですね、ターミナルにはなってないですね。え、これ乗るん、乗るん、まず乗るといい。よいしょ、よし、出てきましたね。さあ、こそまで来ました。おー、間の石室もう少しで新庄のみたいですね。はい、あ、もう完全に2面2線ですけど、2番乗り場は完全に閉鎖して1面1線で使ってる感じですね。一応ここにね、はい、東端のね、まあでもあの駅が串型になってないんでね、それあのいわゆるね、あのさっき見てきたね、吉野駅みたいなね、形とは違いますんで、まあ、あまり、そのターミナル感はないですけど、まあ一応端っこの駅ですからね、来てみましたよと。さあ、すごいとこから抜けてきますね。一方通行なんですね。一方通行なんですね、すごい。だからね、電車の中でこういう風にできませんからね。よいしょ、いただきます。うん、おいしい、おいしい、おいしいですね。お、さてと古市駅まで来ましたけどね。このまま鹿児島には2番乗り場か。こっちはこっちは鹿児島に来ましたね。あ、結構混んでますね。これも5年後で表記が違うんですね。この電車はこの駅までです。お忘れ物の際はご注意ください。さてと
ということでね、来ましたよね、乾きながら。あ、これ現役なんですね。よく液晶のパタパタがね、どんどんなくなってるって言いますけど、ここもう一つ変わってるやつなんですよね。行き先方向膜のね、これがね、ぐるんぐるんぐるん回るタイプなんですよね。確かここしかないんですよね、これ。乾きながらにしか。これはね、とにかく端っこを取るっていう企画ですからね。とにかく端っこに行きますよ。ね、ということで、ね、乾きながらのね、長野線の端っこがここですね。いや、一面一線ですね、通ったんということで、はい、確かにターミナルでした。はい、よし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 、まあ、すっかり時間を押してますね。本当はここに3時ぐらい乗るつもりだったんやけどな、どうしような、行ってみたいですけどね。まあ、今回は、変わってながらのから、まあ、これあとまたぐるりと戻ってくるわけですから、じゃあ行きましょうか。せっかくですからね、マグロパック買ってこうかな。これにしようかな。よし、うん、これ潔いですね。ホットしかおらんですね。出してきましたね。柏原神宮、こっちが柏原でしょ。ややこしいね。ご連絡取るあるんですね。で、あれですね、ここもあれですね、ありましたね、ターミナル端っこ。そうですね、柏駅ですね。ちなみに IC カードに乗り換えるとこれをタッチするみたいですね。こういう風にしてるわけですね。乗り場の色が分けたらですね、一番だけこういう感じないマロン色なんでしょうね。で、ビシッとこうなってるわけですね。これで出てるのかな。ただこっちの方でも乗ることできます。でもこれどうしていいんだろうな。すいません、これ近鉄道ちょっと出現したんですけど、はい、そうなんですね。道明線の、柏台駅はあれなんですね。これ改札が JR の改札だから通らないんですね。駅員さんに言ったら、あ、大丈夫ですよってポストをくれました。ということでね、どうしようかなと思う。このままね、また折り返して阿部の橋行くっていうのもね、手としてあるわけですよ。で、めんどくさいから、ね、いざとなったら大和路線でそのまんま天王寺の方に行ってしまうっていうね。で、もう天王寺からでしたらもう阿部の橋、ね、そのままも見れますからっていう手もあるんですけど、あえてここはですね、一回ちょっとやってみたかったんですよね。柏原駅からですね、近鉄の駅がすぐ近くにあるんですよね。近鉄の大阪線が、あ、ちょうどここに地図がありますよね。こんな感じで柏原駅からね、すぐね、これね、片下駅とかね、これがもう歩いて行ける距離らしいんですよ。せっかくなんで、一回このデータ行ってみようかなと。現在地からずっと行って、こっち側やね。近鉄は、ね、さっき新庄って駅がありましたけどね、別に名古屋線には新庄って駅があったりね。これですね、片下駅、はい。おお、これ片下駅の、駐輪場かな。こっち行けたらコテコテじゃないですか。まあ、これまたコテコテな新喜劇の、
さっき向こうで買っちゃいましたよね。こっちも同じようにアウトレットやってるんですね。お、何これ。変わった机ですね。ここにこんなあって、これ降りたところ、ここはこんなところに書いてあったの。変わった駅ですね。向こうにハイバレーションがあって、こっちも高い数式ロンクという列車があるんですね。無事着きました、元祖近鉄の西のターミナル、大阪上本町ですね。なかなかでもう両面で、なってます。かつてはここがね、近鉄の、西の端っこで、ね、まだ難波線ができる前はね、それで、ここが、それの、主要の駅だったということなんで、すごい広いんですよね、ここは。これは実は大阪難波とかよりも面積で言ったら広いんじゃないかな。なんせこれとは別で、地下にもね、別で、2面2線のね駅がありますからね、すごいですよ。でそっちの方がどちらかというとメインですかね。大阪難波の方とか奈良線は全部そっちの方を通ってますし、特急もね大阪難波まで行くのがほとんどですからね。すごいな。ですからこっちの方というと意外と次に行くのが20時23分ですね。3番ホームからがこっちなのかな。1、2番が地下か。で地下こっちですね。こっちにあると。で、そこで1、2、3。7面6線か。すごいですよね。まあもちろん言ったら、あの阪急のね、梅田駅か、あそこは一番大きいですが、あそこに柿の葉寿司持ってるんですね。あ、平荘さんってあれですね、昼間に食べたところやね。従業員編成やっぱりある人ですね。広いなぁ、綺麗ですよね。イルミネーションとかも出てます。ここに来たら近鉄線の岩国にあるんですね。すごいですね、一緒の駅でこっちの風呂がこんだけあるんですよ。また近鉄特急の中、時刻表とかちょっと変わってますね。こっちはゾーン5とこんな風になってるんや。まあ、だいぶ端まで来ましたね。ここでね、青い方のターミナル来ましたから、次は大阪難波ですね。さあ、大阪難波、まあいくらでも走ってるでしょ、この時間は。あまり在来線で上本町からこっちを移動するのは想定がされてないでしょうか。地上本はね、当然ありません。地上本からこんだけいろいろ出てるんですけど、見てみると、地上本は比較的ちょっと余裕がある感じなのかな。まあ、とても5分スパンで出てますけどね。各方面が5分スパンで出るとか、2分半スパンで行くのか、十分すごいですね。あ、これ東派なんだよね、逆や。こっちか。なんか、心なしか、三宮方面は、出入り口も狭いですね。で、尼崎市とかや、あった。これ乗りゃよかった。ロンキンを見とる味じゃなかったですね。結構ギリギリだったんですね。こっちはこっちでね、これも同じく、大阪大本町駅の2番ホーム、ね、こっちはこっちでね、すごいスーパーでした。あれか、南波発の特急来るのかな。なんか日本町のホームってなんかちょっと開放感がありますよね、不思議な感じで。2番線は電車が通過します。県ですから黄色い線は、この列車は天の声後ろ4分を見ます。混んでますね。
っかり立川に乗りましょうか。まっすぐですからね。座っとりゃいい。